アーチで、これかな？お、やんだ。これこっちが表かな？これ？おー、すごいすごい。いいですね。で、ドアもつけるか。これで、ドアが、これかな。はい。これはいいのか。おお、開いた開いた。裏、表合ってますよね、多分。できればここはなんか、オーシャンビューのあれにしたいな。フロア足しとくか。いいですね。木材は相当あるんで、これで貯めていきましょう。これフロアって、ここにつけれるのかな？ああ、やっぱ土台部分にはつけれないんですね。この上か。だとしたら、まずは壁を作っていきましょう。ああ、これでウォールもできるんだ。どんな感じなのか。あれ？ これどうなの？ ビニールシートこういう使い方できるんですね。あ、一応ちゃんとなってるけど、嫌だな、これ。風通し良さそうですね。ビニールシートハウスにするか、全面はビニールシートでいっか。余ってるし。これきついな。ビニールシートハウス。これ壁でいいの？ もういいや。1階はオープンな感じにしますか。無人島ですからね。他にいい壁はないかな。ここら辺の材料は使いたくないな。わ、いっぱいあんな。ハーフ、あ、ハーフとかもあるんだ。普通の、これ作ってみるか。でもこれもそんな変わらないですからね。こんな感じか。シートも叩いたら変わるのかな。 通気性ほんと良さそうだな。叩いてる。これ以上よくはなんないですよね。南国だな、これ。この壁はほんとひどいな。2階建てにしたいですよね。おー、夕方になってきた。こんなとこかな。ちょっと家っぽくなってきましたね。あ いいじゃないですか。あ、いい感じ、いい感じ。こっち側は窓にしましょうか。で、2階からこうテラスに出れるような感じにしよう。フロアつなげて。あ、これいいですね。素晴らしい。これかな？おー、いいじゃないですか。これを、真ん中にこう、見える形で置いてみよう。これ窓か これが窓か。まあ、いいか。これだったら開放感ある方がまだいいな。いやー、木がもっと欲しい。これで。おー、一応一通り囲めましたね。ブルーシートやっぱダメだな、これ。これ嫌ですね。おー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ここら辺に。置いてみるか。
これで、あとはしごつければ OK かな。一度寝ましょう。寝て。スリープですね。あ、いった。はいはいはい。あー、こんな感じで上がれるようにしたいですよね。で、こっち側にフロアを伸ばしていくか。はいはいはい。あ、いいですね。また木を切ってこないとダメですね、これ。木がない。また船で探索行きますか。探索と木の採取ですね。お、晴れてきた。いいですね。ちょっとどっか移動しましょう。とりあえずマット決めとけば大丈夫でしょう。おー、サメがこんな近くにいるんだ。ちょっと待ってください。OK ですね。最低限の荷物は持ってるんで。ここら辺の島は見ましたからね。あれ、こっち側の奥の方ですね。この奥の方を見ていきましょう。この島からさらに奥ですね。行きましょう。やばいな、帰れるかな。あれ、箱が減った気がするんですけど、思いっきり。あれ、箱落ちたかも。あ、ここありますね。やばい、箱が減ってる。ああ、大丈夫だった、大丈夫。ありますね。 あったあったあった。よいしょ。お邪魔しまーす。取っていくか。お、またエンジン。こんなとこかな。やばい、はまってる。なんかはまってますね、これ。よいしょ。ああ、そういうことか。これは何が入ってんだ。また一個箱を手に入れましたね。おー、道具系ですね。あ、後ろにもありますね。これ何入ってんだ。あ、またなんかそのままもう一個エンジン作れそうだな。下の階がありますね。テープ、はい、レーザー、出よ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 。死ぬ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 。スキューバ系のなんか道具欲しいですよね。息が持たない。何にもないですね、ここは。よいしょ。一度上がって、これでもう一回そこまで見たら危ないな。一度上がって。なんだこれ、もう砂があれなんですね。よし、じゃあ一度戻りましょう。これでまた一度、横にもありますね。ただもう暗くなってきちゃったんで、もう行けないな。このぐらいかな。よいしょ。で、帰る方向が出口になるようにシェルターを1個作っちゃいましょうか。家があっち側なんで、こうか、逆にするか。こうした方が分かりやすいか。作りやすいですね。戻る方向は、この家の反対側ですね。入り口の反対側。はい。これで OK でしょう。そろそろ寝てもいいかな。
一度セーブして葉っぱを拾いましょう。とりあえず弓を先作っちゃうか。弓がこれですね。おお、できた。あ、結構ちゃんとした弓じゃないですか。これでよし、これでいけたかな。ちょっとこのカニをこの光の線は何なの。強いのか、この矢は。カニ倒せましたね。食料はいらないんで行きましょうか。これでココナッツ取れるかな。だとしたらすごいいいんですけどね。あー、いけた。これいいじゃないですか、弓。取れる取れる。これ楽だ、めちゃくちゃ。便利ですね。ここ入ってみましょう。おー、揺れる揺れる。まずはサメがいないかチェックですね。ここは意外と安全なのかな。いないですね。まあいいや。ほい。あー、バレルがある。おー、洞窟みたいなとこありますね。よし、来た。ちょっと一度上がって、このバレルでまたくっつけましょうか。今度は前につけるか、一個。ここを拡張したいですね。ちょっとバランスが、あ、なんか来てる。バランスがすごい悪くなったかも。浮力が、位置間違えたな、これ。完全にやばいとこつけちゃいましたね。よし、あの、サメは、なんだこれ。なんか、バグってんな、照準が。何この照準。よう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 。ちょっとこれ、一度動かして。やばいですね。沈みかけてるんですけど、これ。これ浮力がすごいあんのか、このドラム缶は。完全にミスったな。ちょっと待って、これ当たってるか見えないな。これはこれでなんかバグったぞ、照準が。やばいな、これ沈む沈む。どうしよう、一度近くの島まで行って直さなきゃダメだな、船を。あそこ行くか、違う島がいいな。前が見えないですね。見えない、バランス悪すぎる。あ、座礁したかも。まあいいや。危な。完全座礁しましたね、これ。これまずいな。これ壊すか。もったいないけど。でもこれ、イカラ全部壊れそうで怖いんですけど。ちょっと変えよう。あー、浮きがある。これ後ろにつけるか。どうなんだろう。とりあえずこれつけてみましょう。ひどいな、これ。沈んじゃってるから、うまく。ここにつけてもエンジン動くのか。
エンジンがダメになりそうだな。どうしよう、どこにつけよう。あ、浮いた浮いた。すごい上がったぞ。これで多分大丈夫なはず。なんとかいけましたね。バランスがあるんですね、これ。治ったっぽいな。あー、いけましたね。よし。ここら辺かな？うわー！ 何これ？爆発した。箱が。よいしょ。箱落ちたかも、何個か。結構落ちましたね、これ。これか。結構落ちてる。箱が多すぎかな、ちょっと。ちょっと増えすぎましたね、箱が。とりあえず。またこれか。ほんと多いな。箱もういいかな。お！あ、コンパス来た！ちょっと待って、これ嬉しいかも。待って、すごいいいのが来た。来ましたね、コンパス。やった！これで迷わないぞ。南。よーし！来ましたね。これで方角がちゃんとわかるようになった。よーし。